メディアを再生する京ヘル悪魔。京ヘル悪魔は、ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説、ジキル博士とハイド氏をもとにした、ジョン・バルモア主演の1920年の怪奇無制映画である。監督は、ジョン・エス・ロバートソンであり、ニタ・ナルリも出演した。この話は、すべての人間には、善と悪の二つの面があると信じている、善良で慈悲深いジキル博士の人格が分裂する、話である。 博士は薬を服用したことにより人格が分裂し破滅への道を歩む。無声映画だがオルガンのオリジナル曲が BGM となっている。医学博士であるジキルは理想主義的事前家でもある。貧しい人を自分の無料病院で診察していない時、彼は実験室にいる。彼の婚約者であるミリセントカルーの父、ジョージカルー教はジキル博士に興味を持っており、 彼ほどよく見える男はいないという。ある夕食の席において、カルー今日は、ジキル博士の友人であるエドワード・エムフィールド、リチャード・ラニオン博士、ジョンはアタスンの前で、ふざけて、ジキルよ、君は、他人のことに一心を捧げているが、自分の生活の向上をないがしろにしていないかね、と尋ねる。するとジキル博士が、自分自身を向上させる他人に助けられることは、ありませんか と尋ね返してくる。どちらの私の面のことを言っているのだ。人間というのは手が二つあるように二つの面を持っているのだ。右手を使うから左手は使わないのか。君は全く恐れのない人間だ。経験することを恐れるものは弱い人間だ。衝動を否定したところで残忍な衝動をなくすことはできない。衝動から逃れるただ一つの方法は 衝動に身を任せることだ。君は若いからこそ、私と同じように生きることができる。私ぐらいの年になった、君がどうしているのか。と軽う今日は話す。かくして、種はまかれ、時期る博士は実験を始める。彼は、人間の二つの面が分裂して違う肉体に、宿るなんて、素晴らしいじゃないか。あらゆる悪行の限りに身を委ねても、魂は、 元のままでいられるなんて、と思う。そしてとうとうジキル博士は自らをエドワード・ハイドという恐ろしい悪鬼に変えてしまう薬を作り、服用する。この悪鬼は、ジキル博士とは、かけ離れているため、ジキル博士の屋敷への出入りを容易にすべく、ジキル博士は、羊のプールにハイドが屋敷についての権威と責任を全て取り持つで、あろうことを伝える。それから、 ジキル博士は二重生活を始める。ハイドはロンドンで最もみすぼらしいアパートに住むことにする。ハイドはダンスホールでジーナという少女を同居目的で家に連れて行き、自分はしばしば偏屈やダンスホール、酒場といった自分の悪しき欲望を満たすところならどこへでも足しげく通う。ジキル博士が 元の姿とヘンリー・ジキル博士としての人格を取り戻すための薬を作っても、ハイドへと姿を変える薬を服用するたびに、ハイドの悪しき心は強くなっていく。ハイドはより醜くなるだけでなく、彼自身邪悪になっていった。ミリセント・カルーは婚約者の失踪を心配し、彼女の父親であるジョージ・カルー教が様子を見に、ジキル博士のところへ行く。博士が呼ばれた 本人は家にはいなかったが、カルー卿は、道で、ハイドに出くわし、その小柄な男に殴りつけられる。自分のしでかしたことへの償いを行うため、ハイドは、自分の父親の姿に戻り、小切手を手に入れる。カルー卿は、小切手の署名が、ジキル博士のものであることに気づく。彼はプールからエドワード・ハイドの話を聞く。ジキル博士は、ハイドになったことは、とても不幸なことだったのだ。 そうしている間、ハイド、いや、ジキル博士は実験室に戻って薬を服用し、元の姿に戻った。カルー今日は実験室の中にいる、ジキル博士を見かけ、博士が、ハイドみたいな下品な男と付き合っているのか知りたいと思うようになる。あなたに聞きたいことがあります。私を最初にそそのかしたのはあなたですかとジキル博士は尋ねる。カルー今日は怒って、 今度そんな弁解をしたら、ミリセントとの婚約を破棄すると言い返す。これを聞いた、ジキル博士の怒りは頂点に達し、突然、カルー卿の目の前で薬の力も借りずに、ハイドに姿が変わってしまう。カルー卿は中庭に逃げるが、ハイドに捕まり、彼の歩行用の杖で撲殺される。ハイドはアパートに戻り、ジキル博士につながるであろうあらゆる証拠を隠滅した。 数分で警察から逃れ、ジキル博士の姿に戻ることのできる薬を飲める、実験室へ帰った。それから何日かして、ミリセントは深く悲しみ、ジキル博士は、自らの悪行に苛なまれる。さらに、ハイドを、元の姿へ戻す薬を作るのに必要な材料が、そこをつき、ロンドン中を探し回っても見つからなくなる。ジキル博士はハイドになってしまうことを恐れ、 実験室に鍵をかけて閉じこもってしまう。そこへ、ミリセントがジキル博士に会いに来てしまうが、彼女が実験室に入った途端、婚約者はハイドになっていた。ハイドは彼女を中に入れ、ドアに鍵を閉めた後、彼女を両腕で乱暴に抱いた。その後、突然ハイドが痙攣を起こした。ミリセントが実験室から飛び出し、ラニョンとアタスントプールの3人が、 実験室に入ってきたその時、ちょうどハイドが椅子に座って死んでいるのを見つかり、その姿はジキル博士の姿へと戻っていった。初期の頃のジキル博士がハイドへ姿を変える際、メイキャップは使われず、バリーモアが表情を歪められることを利用して撮影が行われた。また、変身シーンの一つで、ハイドの指の内の一本がスクリーン上を飛んでいるように見えるが、 これはバリモアが指を激しく揺らしたことによってそう見えている。カルー・キョウの娘とジキル博士が婚約関係にあることやハイドがダンスホールの少女と恋に落ちるという設定はこの映画で初めてである。その後に作られた映画もこの概念を使っている。ありがとうございます。